ちは、佐久間美穂です。今日の動画はですね、前回の骨盤エクササイズの動画がちょっと長くなりすぎちゃってカットされた部分になるんですけど、やっぱり面白いのでぜひ紹介したいなと思って公開することにしました。前回の動画の中では5秒で簡単に骨盤の開き具合がわかるセルフチェックの方法をご紹介していましたが、今回のは30秒くらいはかかるんですけど、特に用意するものとかもなく簡単に骨盤の傾き具合のセルフチェックができるようになっているので、よかったら試してみてください。それではどうぞ。ここからは洗面所に移動します。家の中にこういう十字マークがあるような方はここを使ってもらうと簡単なんですけど、ないよっていう方はガムテープとかで十字の目印を作ってみてください。でその十字に両足の親指をセットしてあげます。やり方は簡単で、ここから目をつぶって大きく50回足踏みをしてあげます。目を開けた時にどれくらいずれているかで骨盤のずれがわかります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、ありゃー。これは左右に動いた人は骨盤の左右のズレを表していて、前後に動いた人は骨盤が前に傾いてるか後ろに傾いてるかっていうのを表してるんですけど、私の場合は右の方が下がってて骨盤自体後ろに傾いているっていう、こっちの骨盤がちょっと下がってて後ろに傾いてる、こうじゃなくてこうズレちゃってるよっていうことですかね。ありゃー。いかがでしたでしょうか。私も前々からくびれの角度っていうかえぐれ具合っていうかが左右違ったので、骨盤がずれてんだろうなとは思ってたんですけど、こうやってセルフチェックしてみると予想以上に傾いてて、しかも前とか後ろとかにも傾くんだなっていうのを調べることができて、良かったなと思いました。ショックでしたけど気をつけれるのでね。そんな骨盤がずれちゃう原因だったり、お家で簡単に寝ながらできるエクササイズの方法などは前回の動画でお話ししましたので、気になる方はそちらも覗いてみてください。それではちょっと短いですけど今日の動画は以上になります。参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので動画下の説明欄から覗いてみていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。